今これでいくと思います。はい、ちょっと待ってくださいあ。今セットアップするになってます。<laughs> 完了。はい、これでいったんじゃないでしょうか。戸田さん一人になってるの、画面が。なってるね。<laughs> 今これでいくと思います、うん。じゃあ右上のあれですね。表示がビュ表示か。なるほどね。今スピーカービューになってるな。 どうでしょう。今、今ギャラリーに来た。はい。あ、来ましたね。これで大丈夫です。はい。はい。少々待ちじゃあ、久々のライブ配信ということで、皆さん。 お,しておりますだいぶ久しぶりだと思いますよ。はい。1年ぶりぐらいじゃないですか。そんなことないか。いやー、約1年ぶりじゃないですか。やってないと思うんですよ。<laughs> そうですね。<laughs> 仲が悪くなってやってなかったわけじゃなくて。いや、お互いにそれぞれ忙しかったでんな,なんでできなかったんだって話を。ちょっと待ってください。今ちょっとツイッターでに投稿しておきますわ。ああ、わかりました。 俺もさっきやっといたんだけど。ちょっと皆さんお待ちください。皆さんもこの時期忙しいんじゃないですかねえ。明日クリスマスイブですから。もう気がついたらあと1週間ですもんね。うん。うん、皆さん1週間後何か知ってますか十二月30日。<laughs> <週間>後 <laughs> 12月30日といえば。確かに。大事な日じゃないですか。 俺がもうすっかり忘れておりました。いやいやいや。<laughs> 私の誕生日ですね。ですね。確か。<laughs> 皆さんお祝いしてください本。本当に、本当にどうでもいいですけどね。<laughs> えー、もう今何歳かも忘れてきちゃうでしょうね。もうあんまり年取りたくないですからね。もう40、多分4になると思います。はい、多分じゃないです。44です。44になっちゃうんで、はい、人生半分過ぎたんですかね。 そうですねいや、半分じゃないですよ、まだこう人生100年時代ですから。僕の方から今回はえ、久々にライブ配信しませんかと、はい、えーまあ、打診をする形になりまして、ご協力いただくことになりましたが、えー、暇ですと。いやいや,いや <laughs> <laughs> 私が私が、まあ、暇というか、時間ができたところもあったし。はい あのすごく定期的にやってきたわけじゃないんですけど、まあ、我々どちらも解説者として活動もさせてもらってて常日頃から中継でたくさんのフットボールファンの人と、まあ、僕一緒にこう試合見てる感覚でいつも仕事させてもらってるんですけど、まあ、そうした人ちとちょっとこう実際顔見て触れ合えるわけじゃないですけど、まあ、そういう時間も持てたらいいんじゃないかなと思いましてで、まあ、気が付いたらもう12月23日で今年しとあと1週間で終わりですし、うん、まあ今年1年を まあざっくり言えばちょっと振り返りながらという前半オザーパートで後半トーパートからちょっと分けようかなと思いましたけどちょっとそんな形で今回はえ話をしてみてあとは皆さんからのあの質問も多分あるでしょうからそれもちょっと取り上げながら話をしてみようかなと思いますよろしくお願いしますはいお願いしますはいもうすでに結構な人に400人超えましたよ そうですね、ありがとうございます。8時ぐらいだと、まだ仕事終わってない人もいるのかないるでしょうしね。はい、なんか、レポートの締め切りがありますっていう方もさっきいましたし。はい,はい。ローランドさんと今、同じタイミングでライブ配信してるらしいんで、<laughs> ちょっとビジュアルでも勝てないなっていう感じはするんですが、<laughs> そこは割,割り切っていきます。はい、そうですね、はい <laughs> いやもうザック・ックバランに行きますけども、まずはもう本当あっという間に1年終わりますけど、モザ一度2021年、はい、どんな1年になりましたか、はいまあ、僕にとってはですね、多分2010年に日本に帰国してから初めて、スペイン、ヨーロッパに取材に行けなかったという1年となりまして、こんな1年は本当にこのペリオディスタ、ジャーナリスト業をやっていてなかったので。 うん、なかなかねこう、現場感が感じられない、まあ、その分、例えば、ね、ラ・リガのクラブとかもオンライン取材対応なんかよくしてくれてたんで、まあ、そういうのは慣れましたが、はい、やっぱり現場に行って、その空気感を伝えるとか、はい、取材リポートとかっていうところができなかったので、うん、まあなかなか仕事としてはやっぱりね、この仕事場で。 配信したりとか動画作ったりすることの方が多かったので、うん、まあちょっと現場の空気感を感じられない1年だったなっていうところは、まあ、残念な思いもありますけども、あとはそうですね、まあ、個人的にはまあ夏の、ね、こう本当に感染拡大のタイミングで僕もコロナ離移してしまったので、そうでしたね、はいまあ、ちょっと大変な思いもしまし,しましたし。うん なのでまあ家庭内での隔離とかも大変だったんで改めて、ただまあその時に僕はねこういう仕事をしてるんであえてツイッターで早めに公表させていただいてんでまあそういう情報のところも包み隠さずに伝えると逆にいろんな人から心配の声や戸田さんも含めてですけども励ましのこうメッセージもたくさんいただいたのでまあ中にはこんな方からいただく。 なんて恐縮ですっていう方も本当にいたのでまあこの場を借りて、ねうん、そういう本当にフットボールファミリーのなんか温かみを感じることができましたので、うん、この場を借りてお礼申し上げたいと思います。はい、皆さんご心配おかけしましたというところですかね。<laughs> で、まあ、活動自体は、まあ、ラリーガ中心にあのやっぱりやらせていただいて今年はやっぱりなんといっても d a z o ンさんの方でラリーガの、ね、こう専門番組も持た,せていただいて はい、ラリーガフリックスを持たせていただくことができて、はい、まあ毎週それで、ね、ラリーガの話を、まあまあ、収録自体は1時間ぐらいやってるんですけど小原さんとともにできてるっていうのが、うん、まあ本当に仕事としては励みになってますし、まあ、あとプライベートでも、ね、子供がサッカーし始めて <laughs> でちょっとパパコーチで関わったりしてちょっと改めてこのなんか現場の育成のところの まだまだこれポテンシャルあるなっていうところはちょっとこない今週のフリックスのディベートでも話したんですけど意外にこうまあ我々って DAZO の中継とかで見る,見る人向けに解説業とか中継届けてるじゃないですかでもなんかやっぱり子供がやる親向けのなんかこう,こうサッカーの伝え方みたいなところはあえて当事者として親の目線として うん立ってみると意外にそういうものがないなと。うん、なるほど。うん、だからなんかそこは、はい、あるのって結局なんかこう、ね、YouTube もそうなんですけどこういうドリブルのスキルありますとかだからまあドリブル塾ですとかシュート塾ですとかみたいな話なんですけどでもサッカーをすることでこれだけ子供が成長できますよとか、ね、全身使って頭使ってプレイするんで。 いやもちろん塾行って勉強するのもいいんですけど、うん、でもまあそうやって体を動かしながら頭を使うスポーツって素晴らしいですよねみたいなことを、うん、まあ親と一緒になんかそうやって関わってると、うん、僕のチームの学年の保護者の方とか、まあ、今週ちょうどあさってパパママ大会をやるんですけどうん何 <laughs>、うん、かそういうことな大会ですか学年同士でパパ,パパ対抗戦とかママ対抗戦をや、まあ、る。 そうすると、いや実際にプレイしてもらって難しさも知ってもらったりとか、サッカーってこんなに考えながらプレイするんですねって、お父さん、お母さんやっぱ多いんですよ。プレイしてみて初めて気づくみたいなそうそうそう。そうするとはい、はいあ、やっぱ子供にこれやらせてよかったな、このスポーツみたいな話になるので、うんうん、まあそういうなんかアプローチもあるかなと思ってるんで、ちょっとまあ YouTube なんかでもそういうなんか動画を作っていきたいなと思った一年ですかね。うん、なるほど。うん。 あとは何だろうセミナー的なこともやってませんでしたはいあのそれは HS さんとともに、はい、まあ HS さんもねなかなかの旅行業で実際にこう人がねこう動けないのでまあ難しい多分業態になってるんですけどまあ一緒になってラリーがを盛り上げるっていう意味でのセミナーをやったりとかそれでやっ やっぱり若干こうコミュニティっぽい形で、常連さんもできてきたりとか、うん、エイチアスさんだけじゃなくて、まあ、セルバンテス文化センター、スペインのねこう公共の文化センターですけども、ラリーが、うん、コースみたいなところでのセミナーでも関わって、でそこにはやっぱり今、J リーグでもスペイン人監督が非常に多いので、うん、フラーノ・リカルド・ロドリゲス監督も出てくれたし、そうなんですか。 ちょっと前で言うとローティーナ監督なんかも何回も出てきてくれましたしね、そういうなんかスペイン人、まあ、あとはビクトル、えー、ゴールキーパーの山形に、ね、プレーしてたビクトルとかにも出てきてくれたので、はい、なんかそういうところのつながりとかっていうところも結構いいセミナーでしたよ。話をしてくれるんですか、かミステルとかが出た時 ミステルとかは、まあ、チームマネジメントの話とかですかね。で、あとはラリーガのその実際の,その中継の作り方とか、あとはラリーガの,あのメディアコーチって言って、スカウティング用の、こうまあ、我々ワイスカウトとか使ってますけど、ラリーガのクラブが使え、はい まあ専用で使えるようなメディアコーチっていうスカウティングシステムがあるんですけどそういうものの紹介とか使い方とか、うん、まあ興味深かったでな話してくれるんだそうそうそれをそれをこんな機会に聞けるんだみたいなのはありましたねうん、うん、まあなんかそういういろんな関わりが毎週あったんでまあ楽しく、まあ、なかなかね取材に行けなかったっていうところは冒頭にありましたけれども、うん 活動の幅ががちょっっっとと広がったたころもあったんですか活動の幅は,はい確実にまあ僕の場合はねスペインとかラリーガでこう一点集中ではやっておりますがまあだからもうちょっとね J リーグとかに関わりたいなとかっていうところはありますけどでもなんかそこから広がってきている部分はあるのでまあ例えば今やってる例えばラリーガのレビュー動画とかは来期でいうと例えばどっか J リーグの取材行った時には J のスタジアムの中でやっちゃうと多分いろいろ。 権利の問題とか言われそうなんですけど、うん、なんかそういうことも取材に行ってやってみたいなと思ってるんで、なるほど、うん。なんかそういうところも多分一個こう形ができればこう、汎用、うん、性もって広がりができるかなとは思ってます。ちなみに、息子さんっておいくつでしたっけうちは上が8歳、小2 8歳、はい、下の子が昨日ちょうど5歳になりました。皆さん、お祝いしてくださいあ。ありがとうございます <laughs> でその年代の,あの子供たちのサッカーに、お父さんコーチで関わってるんですよね。はい。はい、どんな形でやるんですか関わってるんですか僕はまあ監督はちゃんといて、まあ、そんなに週末も中継あったりしたらいけないので、うん、フルフルで土日はいけなかったりするので、まあ、基本的には大会の審判とか練習試合の審判をやります。審判,審判やって,るのややってまのいや、もうだから公式戦の審判デビューは、<laughs> そうだ、その話もしたかった。<laughs> 小児で、はい、あの3人制ですよ、<laughs> 審判が。協、まあ、会のインスペクターみたいな人がちゃんと来て、はい、あおめでとうございますた、ありがとうございます、うちの下の子は5歳になりました。<laughs> あの審判やったりしたら、ちゃんとハーフタイムとか試合後にいろいろ言われるわけですよ、あそこはなんでこうそうはこうこいう笛ふ吹ふいたんですかとかって。結構厳しいなと思って。えーえー、はい <laughs> でまあ、そういう経験もしながらあのやっておりますけれどもトレーニングのことですかトレーニングは、まあ、多少、うんまあ、僕が全面的に持ったりはしないですけど、うん、まあ試合でたまにあの僕の方が1チーム担当してとかって言われることがあるので、まあ、そういうう時は、はい、まあ自分なりに、うん、あのチーム編成したり人選したりしながらやってますよ。はい、まあ楽しくやっておりますなるほど なんか改めてその年代の子どもたちと関わってし、まあ、指導者としてお父さんとしてったときに、違うなんかフットボールの見え方とか、なんか気づいたことってありますかいや、やっぱこの時代なので、うん、やっぱ子どもたちの、まあ、うちの子なんかは、やっぱり、あ、c o g さん500円ありがとうございます。ハッピーバース。やっぱこの時代だから、まあ、うちの息子なんかは、 基本、ラリーガルもプレミアのハイライトをだぞンでまず見るわけですよ。あ、そうなの <laughs> で、まあ、あ<ら>マンジュースタシティ大好き。あ、本当。<laughs> はい、チェルシーのユニフォームはこの間買ってもらってましたけど、うんうん、タコネンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりそのハイライトだけでも、そのいいゴールシーンの絵が入るわけじゃないですか、うん、イメージが。はい、だから、なんかそう練習してても、今の蹴り方、例えば、 あのガブリエル・ジーズスっぽかったとかデブライネっぽかったみたいな話になったりとかでこの間なんかは今週の,今週のスクールでやっぱ僕左のボレー決めたんだけどあのボレーはあのアグエロのラストゴールのクラシックのボレーっぽかったよって言われて僕、中継担当してたのに <laughs> あれアグエロのボレーってどんなボレーだっけ <laughs> 思ってってちう <laughs> ぐらいにやっぱちゃんと絵から入ってるからあイメージなんとなくあるんだと。うん うん、でちゃんとあの僕の場合はあの自分が手がけたこのラリーガのメーカーもそうですしヨー,ロッパのヨーロッパのこのメーカーもエルゴラさんのメーカーもあの息子にプレゼントしてるんで、うん、もう全部付箋とか貼ってめちゃめちゃ詳しいですよ<ー>だ僕より選手の誕生日とか知ってますからねなるほど <laughs> お父さんと同じ道を歩むんですかね。いい <laughs> いやままないと思いますけど <laughs> 不戦 <laughs> まで張ってさ。不戦まで張って、もう知らない選手いたらすぐ調べるんで、うん、僕よりプレミアの選手、チームは詳しいですね。だからは8歳っていうと、もうゲームはやりますよね、普通に。ゲームやってますよ。何人 ?8 人 ?8 人です。8人か。うん 今、その小沢君がまあ関わってる中での,その8人生の8歳の子どもたちのサッカーっていうのは、今、どんな感じで行われてるんですかようやく1年生から2年生にかけて、まあ、ちょっと団子にならないようなあのサッカーでスリーラインできてっていうところにはなってるんですけど、やっぱり低学年1年生、2年生で8人生はちょっと厳しいなとは思ってますい。 うん、もう少し人数少ない方してあげたい。いうん、まあ6人制ぐらいにしてあげたいなとっていうのもやっぱどうしてもうまい子がボール持ったらまあそれでくるくるっとねゴリゴリっとドリブルされたりすると、うん、もう一人でこう解決されてしまうのでうん、うん、じゃ幅取ってねこううちの息子なんかサイドでやること多いんですけど幅取って呼んでてもボールが出てこない蹴れないから。 はいはい、じゃあ経由してっていうのもやっぱりなかなかパスもつながないからもうちょっと人数減らしてその辺のちょっとカオスを整理してあげたいなとは思ってるんで、うん、まあだからもうちょっと段階的にねこう大会なんかもやってほしいなとだから驚いたのは幼稚園生でもなんか最近試合とかがうちの下の子とかが入るんですけど、はい、幼稚園生でも8人制とか言ってるんですよ。な,なるほど幼稚園8人生か <laughs>、うん ちょっとそれだともう完全に団子カオスじゃないですか、うんな。なんか年代に応じて、それからその子たちのレベルに応じて、なんか柔軟に大人がオーガナイズしてあげた方が良さそうだなっていうのは感じますね。ピッチのサイズは8人だとどう、もうその8人制のサイズのコートで、基本大会なんかやるんですけど、でもやっぱり小学校とか公園で試合することが多いんで、うん、まあ公式戦は取れるところでありますけど、 まあやっぱ取れないときにはちょっと狭い構とか8人とか全然あるんで、かはいうん、だからまあ、その辺がちょっと難しいかもしれないですねスペインだとなそれより少ない人数で行って行ってましたかスペインは、えっと、7人制が,、ねねはい、が多くて、でまあ、やっぱり低学年だと6人とか全然減らしていきますからね。 だからまあピッチのサイズ、年代に応じて柔軟に変えるし、で週ごとに、えっと、人数も7人、8人、6人変えてるし、前後半じゃなくて、スリーピリオ性もあるし、うんうん、カタルーニャなんかは、その辺は、なんかいろいろ試行錯誤しながらかなと思はわれわれの時代だと、小学生の時に11人でやってたじゃないですか、うん、11人でプレーするのって、本当に難しいですよね。 うん、11人が全員で関わりながらボールを動かすとかゴールを目指すってやっぱり難しいなと思ってそれが多分8人につながったと思うんですけど8人でもやっぱりそれもっと年齢が下がると8人でプレーすることも非常に難しいですよね難しいと思いますねは 年齢的にももまだ早いいのかもしれないですよね、うん、ちょっと早いかなと思うのと、やっぱりいきなり、うん、まあどうしてもね、こう普段練習してなくて、土日試合とかってやっちゃうと、うん、なかなか多分トレーニングなんかでも、まあ、アナリティックなトレーニングが多くて、じゃあ3ラインでライン上げろって言っても、うん、ラインって何みたいなところから始めないといけないんで、結構その頭の整理は難しいんじゃないかなと思います。うんうん、頭使っっててプレイするっていうのが そのい,わいわゆる年代で多分分けたときにもうちょっと後なんでね。うん。うん、ち,ょちょっと小学校の定学になると早いのかもしれないですね。うん。うん、まあでもあとと。質問があって、その最近の子は J リーグは通らないんですかって書いてあるんですけど。うちの子はね、たまたま、うちの子はあんまり J リーグは見てないんですけど、や、うんはい、っぱりうんとフロンターレとか気にしてますよ。 でうちのチームの子だと、やっぱフロンターレのスクール行ってますとかっていう子は、よくフロンターレの試合見てるし、うん、実際に試合見に行ったりとかもしてるし、やっぱ、あとはまあ親が好きで一緒に行ってるっていう人も中にはいますけど、でもやっぱ、週末に少年団だと、土日両方うちなんかあるんですよ、まあ、平日にやってないから、はい、そうすると、なかなか J リーグ見に行けますってならないんですよね。はい そうするとね、まあ、練習、試合が必ずあるんで、うん、まあ、これはあの番組で討論でもしたんですけど、まあ、プレミアとかみたいに、ちょっと曜日の例えば午前中で、ね、小学生は試合組みましょうみたいなことができるといいですね。で午後からはね、J、はい、リーグ見に行きましょうみたいな、積、ねうん、み分けができるといいですけどね。オフサイドってあるんでしたっけ オフサイドありますよあるんだオフサイドあるし、もう3人制の心配やってるから、オフサイドもうすぐ取っちゃうんですよ。ああ、そうかそうか、うん。オフサイドディレイないですからね <laughs> 今。今のパパたちあのル、ルール改正知らないんで、<laughs> もうその瞬間で。そうそうそう。いやいや、今もう、<laughs> ちゃんとボールがつくまで見てくださいみたいな。<laughs> そんな感じですよ。 あとは親の関わりのでは、僕ももう息子が高校3年生になっちゃったから結構昔の話なんですけど、うん、その子供さんのサッカーに対する親の関わりっていうところで言うと、まあ、さっきその親がね、中でプレイしてみて、あ、サッカーってこんななんだって感じたみたいな話してくれましたけど、うん、やっぱり親からすると、どっかで子供になんかこう期待しながらっていうところもあるんでしょうし、うん、っていうところで言うと、なかなか見守るっていうのは難しいところはあるんですかね。あると思いますよ。で、うん 今ってまあ僕の地域、それこそあの田中青とかねこうフロンターレの選手まあ久保武さんもそうですけどまあ今、日本代表でねこう活躍している選手が向かって出てきている結構こう地域なのでまあ熱心でチームもいっぱいあるしで結局、親が熱心だとあのなこれ何でも塾とかでもそうだと思うんですけどどんどんお金かけて課金システムですよ、言ったら。 だから平日もスクール行かせます土日も個人レッスンドリブル塾行かせますみたいなどんどんこう、まあ、だからしゅ少年団では年間数千円しか払ってないのに、はい、毎回単発でそれこそね余夕方に小猿行きますとかっていうので課金課金していくんでそっかか親がもうちょっとそういうところをなんかまあだから親の啓蒙じゃないですけどなんかそういうことよりもなんかもうちょっと。 親と一緒にサッカーの会話したりとか、それこそ J リーグ見るとか、ねうんこう、フットボールのプロの試合見るとかっていう方向に行くといいなと思いながらかかってますけど、まあ、これ難しいですね。だから塾とかでも結局いろんな、ね、夏季講習とかって課金システムじゃないですか。うん、親、子供にいろいろ行かせたいと思って、ね、お金出すと思うんで、うん、そういう、うちは特に地域なので、なんかそんな感じで過熱してますね、やっぱり。 日本だけじゃないんでしょうけどねでもやっぱり親の期待が子どものプレッシャーになったり、うん、まあ親が先に子どもより先にこう前に進んでいっちゃったりってなると、うん、そもそも何か子どもが自分で選んでそこに向かっていくっていう楽しくて好きでやるみたいな感じが薄れる可能性はあるんですかね。 あると思います。プラス、やっぱり公園でボールを蹴っちゃダメとかっていう声も増えてるじゃないですか。うんうん、だからどうしてもなんかスポーツやるってなったらもうお金払って行かせるっていう、まあ、あとは親もね、ちょっと公園で野放しでずっとストリートサッカーやるよりも、そういうところ行った方が安心するし、その枠の中で遊ばせるっていう、やっぱりこの現代っぽい、うん、遊びにはなってると思うので、どうしても親の枠組みの中で参加したり。ああ 何かをするっていう、まあ、習い事が知るっていう部分は多分にあると思いますね。うん,うん。うん、習い事かね。もう一個質問があって、<laughs> まあ、どうしても SNS とか、うん、あとはネットの時代になったので、調べようと思ったらすぐ答える、まあ、答えっていうか、欲しいものが出てくるっていう、自分たちの時代はそういうのがなくて、うん、なんか調べようと思ったら、もうちょっと手間かかったじゃないですか、いろいろ。はい。そういうのがあの、サッカーをプレイする子どもさんたちに、なんか影響として出てるように見受けられる時はありますか いやあれそれはもう子供よりもやっぱスマホを持ってない子供の方が自分で正解を探そうと模索するんですけど、うん、親がすぐ正解をそこで探して、うん、この YouTube 見とけとかあそう、ね、こういうこの練習しとけみたいな感じでやっちゃうから、うん、なんかちょっと安易な方向に行ってる感は出てますね。自分でやっぱりこう探していくというか探求するとかね。うん 失敗して失敗して自分な,りのなんかこう、まあ、正解を見つけていくとか、うん、手間暇かけて物事を探っていくっていう感じがやっぱり変わってきたと思いますよね。そう時代なんじゃないですかね、そこはだからあるからちょっと親は多分気をつけないといけないですよね、多分。<ー>そこは多分サッカーだけじゃないと思いますけど。うん,うん。うん。まあでもそれはもう今そういう時代になっちゃったからな。うん、自分が指導した大学生だってそういう気質はやっぱあったし。なるほど。うん。 だからそういう意味では何か親としていろいろ考えますよね、うん、育て方というか考えますね、うん、や,っぱやっぱり何か安易に正解は与えたり言っちゃダメかなと思うけど、うんうん、ねえ かといって、まあ、やっぱ待つのも大変なので、そ,うだね、そこの我慢するところとかの線引きが難しいですね。<laughs> そこはパパとして、ね、経験値のある戸田さんに相談したいですわ。いや、経験値があるのかないのか、もう <laughs> 私はもう失敗ばっかですから、いやいや <laughs> 本当にもう後悔してばっかですよ。<laughs> まあでも、親になってそうやってねいろんな経験することで本当勉強になりますしね。いや本当子育て親 ってよく言うね、うん、<laughs> まさにって思いながら私頑張って一応生きてますけど僕結婚してます <laughs> <laughs> もう子さんも大きいですからね結婚,結婚させていただいて、えー、息子高三、娘中にあと小6が小六がいます <laughs> ラ,イブライブ配信終わったら10分まで迎えに行きますっかっかそっかそっか上の息子さんも高三か、はい、受験じゃないですかいや受験なんですよ ちょうど大変な時期だ。まあ、望みが叶えばいいですけどね。うん、ただ、まあ、こっちがいくらなんか、あの、なんだろうな、あれこれしてあげようと思っても、本人の中に何があるかが大事ですから。うん、本人がの、まあ、本人が望むというか、一応、あの、こんなこともあるんじゃないとか言いますけど、うん、まあ、最終的には自分で決めて、自分でやってみて。うん、で、まあ、仮に失敗しても、そこから学べばいいんじゃないかぐらいの感じですかね、うちは。うん <laughs> 今まで散々いろいろありましたけど、ね <laughs> まあ。こんないですけど。いや,いや、息子さんのね、こう、<laughs> エピソードはいろいろ聞かせていただます <laughs> そのエピソードはもうだ、だって小田君にはもう、かなり話してきました。いや、なかなか大物だなと思って聞いておりますけど彼の彼の名誉のためにここで伏せておきます。ちなみに、あの、ラリーガの話を、すみません、ちょっと聞きたいんですが。はい。まあ、シーズンまったいでますけども。 ここ最近もしかも昨シーズン今シーズンあたりのラリーガの動向とかヨーロッパの中でのラリーガっていうのはどういうふうにご覧になってますかまあ <laughs> ラリーガの中ではだいぶねこうやっぱマドリーバルサがちょっと世代交代のタイミングだったので若干こう弱体化って言っていいと思うんですけど、うん、特にバルセロナの方は大きく変わってるっていうところで、うん、まあだから、まあ、上位が混戦になってるっていうところは まあ、外から見ると、多分ラリーガイコール2強の時代だったので、まあ、去年、アトレシコは、ね、優勝してますけど、はい、まあでも、やっぱりそこがマドリーバルサーがやっぱりじゃ弱体化しているように見えるのでラリーガのレベルは下がっているっていう話にはなると思うんですけど、うんまあ、ラリーガをくまなく見てくるとボトムのところのレベルが相当上がっているなと、まあ、これはヨーロッパも全体がそうだと思うんですけど昇格組でもラージョがねこう ちょっと前だと CL 圏内の4位に入ってたように、まあ、今も入ってるのかな、あの昇格組でいきなり全然てましたよ今4位だもん4位だし、やれてるんで、レバンテが最下位ですもんね。そうですね、レバンテ勝ててないんですけど、ちょっとね確かに確かにやっぱりラリーガの中でもそういうラージョが今と一番多分特徴的だと思うんですけど、まあ、選手の質では当然戦えないんで、うん、やっぱグループとして。 こう攻守で4局面整理しながら特に攻撃のところは、まあ、守備のハイプレスからダイナミックにそのままサイドで出ていく、はいでまあ、最終的にクロスのところでやっぱり点取れるフォワード、まあ、ファルカーもそうですし、うん、まあエンテカとかセルジ・グラディオラっていう選手もそういうところで点取りを置くと、はい。 ファルカなんかもちろんね、スタートからハイプレスはできないんですが、まあポイントポイントで出てきたタイミングでやっぱり飛び込んでとかっていうの点は取るし、やっぱその辺が、こうそういうチームが逆に勝てるようになってきてるなというところと、うん、まああとは、やるソシエダとかビジュアリアルのように、やっぱり、あの、育成から、 しっかりとフィロソフィー持って、ゲームモデル統一してやってるチームが、特にコロナ禍で大きく補強できないので、やっぱりどんどん年々こう強化されてるなと、ビジュアルリアルなんかは今年しね、段島取ったりとか、大型補強もまたしたので、いい選手入ってますけど、特にリアルソシアルなんかは、やっぱりベース変えずに。 こう特にそれでも育成からボンボン上がってきてるっていう意味では、まあ、若手の台頭は序盤から目立ってますし。そメンバーはそんなに変わってないですもんね。メンバー変わってないですし下から上げてきた選手たちで、ね、そうですけ,けが人がやっぱ多いですね。あのあのね夏にユーロ東京五輪出たやっぱりオアル・サバルとか、うん、スビ・メンディでまで、あ、モンレアルもずっと今季だめだしシルバもけがちなので。 怪我人がずっと多いんですけど、まあその分分かって、まあ、メリーヌもちょっとね、かなり稼働が多いんでっていうところで、<laughs> やっぱりちょっと後になって、そういう影響出ますよね。いや、だから今季のペドリがほとんど試合出れてない,てい、いやまさにそうです。ダニ,ダニオルモンもそうで、それ。ああ、そっかそっか。だから、そんなことしなきゃよかったんじゃんって、うん、本当に思いますよね。いや、本当ですね、言った通りになってますからね。やっぱりその人間の体っていうのは、マシンじゃないですからね、うん、どっかでやっぱり歪みが来るんですよ。 うん、ペドリだって全然でしょいや、全然出てないです。うん、ペドリね。その場合、ガービが注目浴びているところはあるんですけども。うん、これ、ペドリが元気になったら、またペドリはチームの中で存在感発揮できるんでしょうかどうですかね。まあ、うん、できるとは思いますけど。うん、で、あと、ヨーロッパの中で見たら、やっぱりラリー側全体で見たら厳しいなっていうのは正直な感想で。うん、まあ、そのマドリー、バルサー、 のみなまあバルサー、セビージャがね、こう CL 敗退したっていうところはもちろんありますけど、まあ例えばセビージャなんかもザルツブルクとの試合なんかは、やっぱりホームでもこうボール保持の時にプレッシャーかけられたらもうアップアップでなかなかプレス回避できないし、はい、回避できてもすぐにリトリートで引かれてセットされるしっていうので、もうプレイ強度がちょっと追いつかない部分があるので、 ラリーが全体はそこどうしましょうと、まあ、例えばマドリーなんかはアンチロッティがもう10月ぐらいの、えー、っとあれはシャフタル戦か、うん、アウェーでもう,もうセットして、まあ、しっかり守ってカウンターみたいなところの戦術変更して、はい、メンバーも固定して、まあ、だいぶ勝ちパターンは得てきたんですけど、うん、じゃあこれで、まあ、それも示談でもやってるんでこれでヨーロッパでじゃあ、はい まあ,ある意味ね、プレミアのリバープールシティとチェルシーでバイエルンとって考えると、ちょっとだいぶ差はあるなと、フットボールで言うと、感じはするので、その辺で言うと、やっぱりラリーガが、まあちょっとそういう波に乗り切れたない中で、ヨーロッパのフットボールの進化の中で、じゃあどういう立ち位置で今後、対抗していきましょうかっていうところは問われてるんじゃないかなと思います。そこ逆に、戸田さん、どう見ます まあ各国のリーグと代表ってまだちょっと違うと思うんで、分けてみなきゃいけないかなと思ってるんですけど、じゃあユーロが、ユーロどこが優勝したかって話をすると、それがそっくりそのままリーグのなんかそのランキングとかには直結はしないので、当然ながらお金があるところに選手と監督が集まるっていう、そういう意味ではプレミアのところに、やっぱりまあ指導者の顔ぶれを見ても、おそらく。 まあ今、最高だって言われる人たちのほとんどが来ているような気がしますし、まあ、プレイヤーも同様のところもあるのかなと思うので、うん、そういったところで見ていくと、まあ、僕も最近ちょっと時間でき始めたんで、セビージアとバルサとか、マドリード・ダービーとか、うん、<laughs> あのちょっと、えー、見たりはしましたけど、選手の顔ぶれ自体がもう基本的にちょっと違いますので。うん でその中でもともとラリーガの方がより戦術的で多様力があってっていうところで結果を残した時代はやっぱりあったと思うんですけど、うん、そういったところすらも例えばプレミアの方が埋め,埋めたというかそういうことをしっかり落とし込めて発展させられる指導者が来たってことが一番大きいんじゃないかな。うん、かといってじゃあスペイン代表が今どうかっていうと自分には 難しい時期にはあんまり見えないし、うん、いい試合はしてると思いますし、だそういう意味では、リーガー自体の,ーこのヨーロッパの中での立ち位置っていうのは、基本的にも,もっとなんか違うところに原因があるとる気がするんで、うん、お金です、うん、そうですすそうねあとはまあ各クラブ、そういう意味では、なかなかそのクラブ組織っていうのは我々が見てるほど簡単じゃないので、うん なんか新陳代謝とか、うん、新しいやっぱりスタイルを取り入れたりとかアップデートするっていうのは、まあ、簡単じゃないんだろうなっていうのをバルセロナとかを見て感じてました。うん、で、レアル・マドリードはとにかく最高の選手たちが揃っていたので、まあ、結果は残し続けてきたけど、うん、ちょっとそれが難しくなってきたなっていう時きに、まあ、監督が変わったりしてであとはまあ主力のところが例えばモードイッチなんかは代表も辞めて。 少し僕は回復したように見えたから最近とパフォーマンスすごい上がってるなっていうところは感じますから,、うん、だから試合を見ると質の高さっていうのは会話は見えるんですけどあとはやっぱりピッチに送り出す側のいや簡単に言えばレベルのところも大きいかもしれないですね、うん、でさっき言った強度とか連続性とかっていうところも、まあ、これは数字ないんでプレミアの選手の方がこれだけハイパワー発揮の能力が高いとか そう,そういうところは僕は持ってないんで、何とも言えないですけど、でもやっぱり集団でアクションを起こすということは、それを司る側の仕事も非常に重要になってくるんで、そういったところは多分 CL なんか見てても、少し出てるかもしれないですね、うんうん。そんなに急に変われないと思いますし、その表面だけ真似して、えー、すごくあの宣伝されて強度の高いあの戦術行動を行えるわけでもないと思いますから、そこら辺は。 レベルは高いと思うんですけどそこはちょっと感じますかあだからプレミア見ててもやっぱりだいぶ国外からねこうフットボールも指導者も取り入れてかなりこうやっぱり、ね、外からのうまくねこう人であったりアイディアを生かしてるなっていうところはまあスペインなんかはもちろんね南米の。 まあ、シメオネが典型例ですけど、うん、そういう人たちを呼んでるっていうところはありますけど、まあ、もうちょっとなんか、例えばドイツから、ねまあ、バルサが一時期、じゃ、うん、ナーギレスマン呼ぼうとしたっていう噂ありましたけど、はい、なんかそういうことが起こっても面白そうだなと思って見てますけど、なかなか起きないですね。そうですね。そ,すねうん、それはどういうところに原因があるんですか、うんうん、やっぱ、まあ、クラブとか。 の問題なんでしょうね。あとはまあ土地国民性、うん、まあ意外にまあオープンですけど、フットボールのところはプライドもあるし、でまあ言語の問題が特に大きいんで。言語か。うん。やっぱり簡単にやね、ドイツ人に読んで英語でやってもらうっていうところにはなかなか行かないっていうところはあるでしょうね。ああ、そうですスペイン側の事情としてですね。そうスペイン側として。あれそうね。 うん、すみませんあの、コメント出てますけど、<laughs> 元一長代表に対してなかった、クロスだったと思います、ね。クロスね。うん。うん。さあ、言語はあるかもしれないですね。言語の問題でしょうね。まあ、あとはでも結局、お金をもっと出せるところがあるか、うん、なかなか <laughs> っていうのもあるかもしれませんし。うん、まあ、あとは大きなクラブとして、その監督に求めているものは何かってこともあるんじゃないですか。どういったことを監督に求めているかで、うん、人の選び方が変わるとか。うん。 っていうと、最近のアトルエチコはちょっと気になってるんですけど、ちょうどまあマドリドラビー見させてもらったんで、もちろんツーセンターバックいないとか、ちょっと大変そんな事情はありましたけども、それにしても内容的にかなり厳しかったです。ね具体性がないって言ったらちょっと失礼ですけど、も保持も非保持も。 まあ中盤のツーセンターとかよく,はよく見てると、球のやっぱ運び出しの時の位置関係とかもそうだし、守備になったらじゃあ、基本的にマドーは中盤3枚で、アドレーから4、4になったんですけど、どうやってその風見ろも消しながらモード位置とクロスコントロールするかみたいなところの具体的になんかアクションがなかなか見られなかったなと。そうすると、どっちの,その局面で勝負しようとしてるのかちょっと分かりづらいような試合にも見えたんですけども。 まあよりたくさん多分試合を見てると思うので、今のハトレチコっていうのはシミオネかな。うん、現地での評価はどうなんですかね現地での評価は、まあ、クラブの内部も含めて、まあ、シミオネここまでやってくれてるんで、やっぱり今、ラリーガーで言うと4連敗、今朝の試合で言うと、初なんですけど、はい、3連敗自体が初なので、うん、まあでも、会議論とか全然出ないですよね。でまあ、フットボールの中身のところはやっぱり議論されてますよね。結局 まあ、スアレス置きます。うん、当然、まあ、ハイプレスはできない。うん、じゃあ、重心低くなる。でも、結局、リバプール戦みたいにピンポイントで、ね、<laughs> アレクサンダー・アーノルドみたいに球出しされると、そこで合わされるんで、真ん中で3枚のセンターバックいても、ね、はい、間通されるとかってあるから、まあ、クロス対応とかも含めて、まあ、ちょっと怪しいぞとは言われてますね。うん、なおね。うん。でまあ、保持のところも結局、 まあ、去年優勝したとこのベースをもうちょっと使えて今季も戦えばいいのに、うん、結構まあコロコロ変えちゃったなっていうところと、まあ、当然トリピアがいないとか、うんうん、ところどころ、まあ、センターバックのところもサビッチとかヒメネスがずっと、ね、出れてないっていうところがあるんですけど、うん、やっぱデポールが入ってきてデパールが入ってきてとかっていうのはあるんですがまあちょっとなんかせっかくせっかく去年作ったベースを まあ、あるのになっていうのは、なんかコロコロ変えすぎてる感はどうしても出てますね。それはさらに上積みを目指して変えた結果うまくいかなかったと。いや、そういうふうにも見えないんですよね。まあなんかこう、チャレンジングにやってるっていうふうにもなんか見えなかったんで、いや本当になんかよくわからないそこは外から見てると。るうん、ここ最近またフォーバックに戻してるのフォーバックに戻したり、 うん、いやでもまあ、今節は5だったね。そうですね。うん、で、今、ま、度、あ、グビアをセンターバックに落としてっていうのは最近ですけどね。いないからか。いないから。あと、エルモスソ左ヒに持っていってるわけですね。うん、うん。マドリード・アビーもそうだったの、ねうんうん、まあでも、5三3 2とか5四4 1で引き込んでも結局、ボールの取りどころが設定されてないんで、うん。 取れてもゴール前ととかかクリアとかなんででもそっちの方がなんが落ち着いた感じはしませんでしたか、とりあえず、後ろ一枚増やして、まあ、いやそう序盤の5 3 2とかは確かに前向きで取れてたりしたんですけど、そっからじゃあどう出ていきましょうかみたいなところが意外につながってない最近じゃないですか。うんうん、で、まあ、なんか最近で言うとまあグリッツマンも怪我してるんで、まあ、今朝の試合なんかでもまあジョアン・フェリックス頼みみたいな。 うんうん、なんとかしてねみたいな感があるのでそこが、うん、まあ去年でいうと右のトリッピアとマルコシ・オレンテハースペースでみたいな関係性があって、はい、まあかなり右から深い位置まで侵入してクロスとかってあったんですけど。はい 今年、左カラスコとルマルでそういうことできてますかとかって言っても、なんかそこがな,な,ないなっていうのがありますね。うんうん、まあ、ジョレンテミ右サイドバックですかって、前に出てくるための時間をなかなか作れないもんね。いや、全然、まあ、怪我も多いっていうのもありますし、まあ、使われ方もそこですね。うん。だったらまあとは、中盤のセンターの多分、役割の部分なのかな。まあ、そこ、もともとね、うん、あの、厚み出して敵陣で押し込むっていうスタイルじゃなかったと思ってうんで。 そうなってくると、まあ、カウンターの局面で外側が走るってことはできると思うんですけど、まあ、デパールみたいな選手が来て、まあ、僕、すごくバランス取れてて、気が低い選手だなと思って見てたんだけど、うん、なかなかここら辺も整理されてなく見えちゃいますね。うん、で、例えば、今、チェルシーにほらサウル行ったじゃないですか、うん、めちゃくちゃ苦労してるんですよ。単純にそのリーグのレベルとかもあるのかもしれないんですけど、うん、アトレチコ・マドリードからチェルシーに移ったということを考えたときに、 結局その同じようなスポーツなんだけど、全然違うっていうことをすごく実感してんじゃないかっていう。うん、一番最初の試合が中盤のセンターでサウルが出たんですけど、まあ、見たことないぐらいさあのレベルで、うん、全部見せした。うんうん。だからどこに立つのか、その立つ意味は何なのかとか、周りとの位置関係の中でボールを運ぶための判断の基準の持ち方は何なのかとか、でもスペインでずっとプレーしてきた選手なんで、 おそらく入ってるものはあると思うんですけど、でも、うん、やっぱりアトレスクで長くプレーしてきたときに、まあ、チェルシーに入って、まあ、フィットできないんですよね。うん、で、CL のゼニット戦だったのが僕、解説担当したときに、左のウイングバックで出てたんですよ。うん、で、その試合が一番良かったです。で、まあ、これはありかなと思ってたんです、僕。 真ん中のポジションで360度でプレイするのは、ちょっと今のチェルシーで中盤のセンターってなると、うん、これ相当難しいんじゃないかなと思って。うん、であれば、もう少しシェアの確保が取れて、まあ、走ることができて、長くトランジションでっていうことを考えれば、うん、まあ触る左のウィングバックでもいいんじゃないかなと思ってたら、うん、まあその時はすごく良かったんですけど、うん、すんごく苦労してますね。なるほどね。すごく苦労してる。特に下から運び出すときに、基本的に3の、まあ、2で、 まあ、5人ですよねこの5人のところのすごく位置関係が近いところでピックアップしたり、間で受けたり、こう少し相手のプレースを外すようなことを、セルシーのジョルジーニョもあのコーバチッチも観点もみんなやるんですけど、ほぼ、うん、のフェーズが一番難しそうで、うん、要は体の向きが入って5、6を向いてないとき、うん、そこから前に行くと、また一ランニングが入ったりするんですけど、結局あの相手の隙間に入っていったり、ライン間でボールを受けるってなると、 マウントがいたり、シエシュがいたりって、まあ、プリッチもそうなんですけど、もっとクイックでボール持って自分で入っていける選手が多いから、うん、そうするとサウルの場所がないんですよ。あなるほどねサウルがどこだっていうのはなかなか。うん、で、ロフタスチークっていう、まあ、ジュ1ジ年のロシアの時に代表だった選手も、またトゥエルになって少しずつチャンスを与えられるようになったら、まあ、あの選手はすごい大きくて自分で運べる選手だから。 中盤で存在感が出せたりってなると、サウルの場所がないんですよ、うんうん。サウルってアトレシコ出る前ってバリバリのレギュラーでしたっけいや、正直バリバリのレギュラーじゃないから。じゃなかったのか、うん。っていうのはありますけどね。うん、ミジカル的に、まだも,もうちょっとトランシション局面も含めてすごく強さが発揮できるのかなと思ってたんで。うん、うん 今朝の試合は良かったって書いてあるな。うん,うん。ちょっとごめんまた今朝の試合はごめんすいません見られてないんですけど。うん。あ、カラバオカップか。カップ戦だとちょっとメンバー変わるからね。じゃあそろそろトアさんの振り返り行きますか。<laughs> あ、僕ね、もういいでしょ。いやいやいや。<laughs> <laughs> 行きましょうよ。 大変だったそん,んなにでも、あの小沢さんに話してもらえる機会なかなかないんでよかったですね。いやいやいや、<laughs> 僕はもう十分話しましたの、ねうん、まあ僕の方は、まあ二足のわらじを大真面目に履いて、昨年からやった西シーズン目ですよね。うん、監督としてねゃ。ちゃんと解説者としても自分の中では <laughs> あの、実際問題本数は減らすことにはなったんですけど。うん それはあの自分の仕事の質をちゃんと維持してあの、仕事を自分にくれる人に与えてくれる人に失礼にならないようにということであの減らしてはいるんですが、まあ、同時に指導の方も一生懸命やったと。うんはい、ちょうどそれが一月前ぐらいに指導の方が終わった感じですかね。いや一橋大、足利集休部としては素晴らしいシーズンだったわけじゃないですか。うん、最終サインフィニッシュ。まあ紙一重ですけども、 まあ最後にあの小田さんに試合も見に来てもらえて、フットボールの質じゃないところを褒めてもらうっていう。はい、<laughs> でもそれも大事なことだと思ったし。ああでも、まあ、解説者だから、指導者を自分の中では、まあ、同じ自分の中に2人いる感じなんですけど、ちょっと行き来する感じもあってで、J リーグとか、例えばプレミアルとか、ジャンピオンズリーグとか、うん、そういった試合の解説をするときに、 まあ自分の,その現場の経験とか現場で見るものがあるのでいかにそういったものが成立することが難しくて、うん、ですごくあの評,価され評価されるというかそれ,それが素晴らしいものかっていうのをよし伝えるぞという気持ちで変な言い方すると仕事に臨めた部分もありますし、うん、でもやっぱり自分が見ている場所が自分にとってはまあグラピッチレベルですごくリアルな場所だとすると 自分がその仕事をもしくは一生懸命学んできたものをどういう形に変換をしながらもしくはその人たちに合わせて渡してあげると、まあ、プレイヤーとしては成長したり成果が上げられるようになるのかなっていう指導者の速報でもいろいろ相当悪戦苦闘したというか試行錯誤しましたけどよ、うん、い実践ができたような気がします。うんで えっとまあ、当たり前、トップレベルを見ると、まあ、チーム単位でのアクション戦術、まあ、こういったところがすごくハイレベルなところでしかも試合中に変わったり試合ごとに変わったりするんですけどもいか,いかにこういった音が選手にとってうん負担になったりうんもしくは助けになったりでもそれがやっぱり基本の基本のところからしっかりこう獲得していってない場合は振り回されちゃう。 ゲームプランもそうだし、相手の分析もそうだし、もしかしてチームの,そのゲームモデルっていうものがあるじゃないですか。 ちょっと止まっちゃいましたね。お父さんが止まったので、僕が一人喋りしましょうか。 皆さんは聞こえてますか僕は生きてるんですけど。じゃあ皆さん、改めまして。小野<え>さんあ、はい、帰ってきた。<laughs> <laughs> 俺生きてますか生きてますよ、生きてます。YouTube の方も生きてます ?YouTube も生きてるんじゃないですかいや突然すいません、電源切りました。 はい、僕が一人喋りしようかなと思ったタイミングで帰ってきてくれたんで。いやすいません、<laughs> びっくりした。え、これ生きてるのてよ生きてると思います。聞こえてますよってみんな来てるんで大丈夫あ本当、いきなりピタンって切りました。はい、話すなと思,ったと思います。一 <laughs> つ橋大学の話はするなっていう。あの <laughs> い<や>圧力だと思いますいや、やばいですね怖いですね。怖いですね。すね <laughs> びっくりした。よ,よかったです。 はい、すみません。すいません何でしたっけ野村さんの亡霊でも入ったかなと思って僕は申し上げましたけど。ああ、それもありえる <laughs> でも十分にありえな、まあ、指導の方は、うんまあ、これで3シーズンやったことになるんですけども。うん。うんまあ、やればやるほど迷路に迷い込み。まあ、やればやるほど、えー、楽しいな と思える瞬間はあります、うん、<laughs> ただやっぱり、えーまあ、どこかでその結果を残すためにやるっていうそこに向かっていくってこともありますので、うん、あそういう意味では僕がの指導させてしまった大学っていうのは皆さんご存知だと思いますけど、まあ、国立の一橋大学ですから、うん、学力レベルがすごく高い、まあ、国立大学で,で東京都の二部リーグに所属して、えー、サッカーをすると。 でプロサッカー選手を目指している人は、まあ、もちろん一人もいませんし大学を卒業して発ー、えっと、を続ける人も基本的にはゼロですとそういった学生たちと一緒にサッカーをしていくその自分なんかこう共通のものをどこに持てるかっていう、まあ、こっちが難しかったですかね、うん、難しいというか技術論とか戦術とか、まあ、そういうものを 伝えることはどちろもできると思いますしトレーニングも作りますけど、うん、なんで一緒にやるんですか何でその一橋の学生がサッカー頑張るんですかっていう何に向かってリーグ戦で戦うんですかっていうところをそれぞれのラインに見つけてもらうことの方がすごく難しくて、うん、難しいというかそこが大事だなと思います、うん、でそういうものがあってやっぱ自分とそれぞれが自分としての目的をしっかり持った上でグラウンドに来てで自分のパプレイーヤーとしてのパフォーマンスを上げられるためにトレーニングをして でフットボールというものをある程度理解したときに、そこに仲間がいて、グループがあって、チームがあってで、それでどこに向かって自分たちは歩んでいくのか、時間を過ごしていくのかということを、やっぱりこうしっかり持った上でトレーニングに臨まないと、うん、なかなか獲得できるものも多くはないし、うんで学、学業の方では当然ながらエリートですけど、フットボールにおいては当然ながらエリートじゃないですから。うん やっぱり対戦相手の私立の大学だと、まあ、上手な選手多いですからね、うん、上手で速くてっていうところは多いですから,からそこに個人単体としてぶつかっていっても得られる成果っていうのはおそらくは少ないだろうと小さいだろうとそもそもフットボールは1人でするもんじゃないからっていうグループと個人のところをどっちってことはないですけどどっちどっちもなんで、うん、個人がいてグループが成立しますしグループがあるからこそ個人は自分の持っているものをシェアしながら まあゴールに向かってプレーができるっていう方法をいかにあの学生たちと共有できる形で,、うんうん、で今まあ、ナ那さんが「戦術に興味のある学生さんも多そうですけど」って書いてあるんですけど、うん、まあおそらく自分が見た学生は興味ないです。<laughs> 興味ない学生の方が多くて、うん、興味がある人もいて、うん、でいずれにせよフットボールは集団行動ですから。 その集団で何かアクションを起こすってことを考えると、まあ、いわゆる戦術っていうのは不可欠ですから、ねうん、その濃度は別にしてレベルは別にして戦術っていうのはもうこれもう必須項目ですからそれをそれなしに体力面に頼ってとか、まあ、ボールを扱う部分に頼ってプレーをすると、まあ、それでもあのフットボールに近いものになると思うんですけどでもそれはあくまでなんかすごく不確定要素が多くて、うん、行き当たりばったりでやってみなきゃ分かんないっていう。 そういうふうなものに変わっていくんで、まあ、自分が考えるところはもう,もう少しチームとしてとか、うん、チームとしての,あのプレスタイルとコンセプトを持ちながら、もちろんそこに対戦相手が出てくるんで、対戦相手のこともある程度把握をして、でも結局は試合始まってみなきゃ分かんないから、うん、絶対、相手はこうやってくるぞって言い切れるものではないけど、まあ、傾向と対策ですね、受験勉強と一緒ですよ、うん、傾向と対策、それあとは試合が,が始まってからの対応力。 これはピッチの中だけでできないいんで、うんあ上原さんありがとうございま,すまあこっちもサポートしてやっていきましょう。で当然ながら足でボールを扱うから難し,い難しいからこそチャレンジをするで。対戦相手のレベルは高い。これは素直に認めましょう。だか、うん、ら試合しててボールをあの自分たちが思うようにつなんかこう繋いで相手ゴール方向までいけることはそう簡単にはない。うん、でもゴールに向かってプレーをすることに意義がある。だからトランジションが必要だ。 でトラインションっていうのは偶発的に起こるものもあれば、いいとしたら自分たちのイメージの中でトラインションは作れてで、それは必ずしも成立するプレーの連続の中で起こるものじゃないけど、でもそのトラインションも自分たちはうまく活用して、相手を上回って、で、苦しい試合をなんとかものにできるように頑張ろうぜと。うん、まあざっと言うとこんな感じでやりましたね。<で>そんな感じを。うんうん まあだから1年通してまあ僕ずっと見てたわけじゃないですけど戸田さんから話聞いたりとかまあ実際見に行って一番驚いたのはやっぱりまあ慶応のね C チームの時からそうでしたけどなんかまあその選手たちの多分レベルで言うとじゃあ戸田さんがねこう頭の中で持ってるアイディアとか普段中継で担当してるところとあまりにもギャップがあったりとかでまあやろうとして実行しようとしてもやっぱ技術が伴わない選手もいるっていう中でまあそういうところをこうまあ全て受け止めた上で まあ頭でっかちにこの戦術できないんだったら君たちがダメだめだ、下手だじゃなくてやっぱりそういう組織作りからある意味マネジメントのところから入っていったわけですか人間関係作りで含めて、はい、だからその辺が多分いきなりプロでもしやってたらそういう,こうフェーズなく多分できたと思うんですけどやっぱり逆にそういうところができたからこそなんか指導者としてのまた厚みとか,なんかねベースがなんか戸田さんの中でこの大学での3年間でできたんじゃないかなって思うんですけどいかがですか、はい まあ結局集団を扱う経験をしていかなきゃいけないということが今必要になってくるのでそれはどういったレベルの選手たちの集団を扱うかということがまあ左右的にそこでできることを決定づけたり今自分の目指す方向でいうとすごく重要にはなるんですけどまあ簡単にはだからすごくあのフットボールに両足突っ込んで生きてきた人たちじゃないチームを預かってでもその人たち内に目指すものがあって。 そこに自分がどれぐらい良いサポートができて変化してまあ変化させるのは僕の仕事じゃないんだけど自分でそうなりたいと思って一歩二歩踏み出すようなそういう局面を作ってその彼らなりにフットボールを理解したり楽しんだりで成長を感じられたり成果を上げられたりっていうところに向かわせられるかが基本的には指導者のあの 持っってていいかななきゃいけない能力だと思ってもちろんできる人にはできる人なりの,あの基準とか課題っていうのはあると思うんですけど、うんうん、それは僕にとっては、まあ、自分もそういう意味では高いレベルで長くプレーさせてしまったところもありながら指導者という意味ではまだまだ学びの最中だっていうところもあるのでだから慶応の C チームっていうところにも飛び込みましたし、うん、まあ一橋大学も 2>, まあ2年間やってみて思いましたけど、慶、ま、応、あの時の方がもっとサッカーやり込んでる選手が確かに多かったんで、今回は監督務めましたから、まあ、80人弱の集団を、まあ、もちろん中に学生がいてくれたので、すごくあの主体的に行動してくれる学生がいてくれた分、本当に助かりましたけど、うん、そういう人がいなければ、2チーム戦も取れなかったし、うん、まあいろいろできることはなかったんだけど。 まあ、一つ橋の学生だからこその難しさもありつつ一つ橋の学生だからこその良さもあったと思うんで、うん、そういったものを自分がしっかり捉えた上でどんな作家を目指してもらえるといいかな、うん、どんな目標設定をしてあげると彼らは前に進んでいこうとするのかなそんなことをなんか一生懸命試行錯誤して、うん、そのでどっかでやっぱり結果っていうものも揃えていかないと。 まあ自分たちが取り組んでいるものに対する自信とか、確信とか、自分に対する信頼もなんでしょうけど、そういうのがやっぱり生まれてこないんで、そういう意味ではね2年間をひ,ょかんひ一言で言うと、1年目が難しくて、2年目は大変でした。1年目はやっぱり僕が入る前のチームのことも、映像ももちろん見させてもらったし、いろいろ把握した上で入りましたんで。 で彼らが考えている目標が小学だとしたら、まあ、そこに向かっていくにはなんか多分土台から変えていかないと難しいなとその土台を変えるっていうのは僕が変えることじゃないので学生主体のチームだったから、まあ、自分はいろいろ提案もさせてしまったし、うん、アイデア出しましたけど、まあ、それを最終的に学生たち自身が納得できる形で次に進んでいくっていうことを、まあ、自分は一生懸命考えてやってで少しずつ体制を少しずつこうもう少し本格的にフットボールにしっかり打ち込めるようなものに変えつつ その中でフットボールに今までよりもう少し、えーまあ、自分と一緒に向かっていく選手を作りつつっていう、うん、それが1シーズン目で、まあ、2シーズン目になるとその体勢ができた上がれ今度はもう少しフットボールの方にぐわーっと入っていってあの結果人の目標に関しては実はシーズンの中でちょっと僕が変えさせてしまったことあるんですけど、うん、簡単には昇格っていうのを下ろしてしまって。うんうんうん そんな大きい目標じゃなくてとていうことでまた高校時のところから進んでいってもらえるようにしたんですけどうーん2シーズン目はやっぱどこかで結果が必要だなと思いましたでその理由はやっぱり昨シーズンの中で体制も少し変えていく時にやっぱり例えば去年の4年生はそれまでの3年間があって基本的に学生主体のチームだから最後の1年は大体4年生が中心になって物事を決めていくんですよ進めていくんですよ、うん、でもちろん として僕を呼んでくれたとしてもおそらくその4年生の中に僕が入ったことによってそれまであったものが失われてもちろんなかったものが生まれたりしてるんですけど、うん、これをやっぱり卒業するときにああし俺やりきれたなとかあ充実してたなって多分感じられずに引退してた人もいらずなんだからその組織がなんか移り変わるときってなかなかこの側面は出てくるんですけど、うん、それを最終的にあなるほどこういうところにも向かって あの物事を動かしてきたかったんだなっていうのをあは多分結果で見せないと、うん、もちろんその試合のパフォーマンスもそうだし熱量とかそういったもので伝えられるところまで持ってかないとあの納得してもらえないというかどっちみち納得しなかったとしてもちょっと腑に落ちるって、うん、あっこ,こういうチームにしたかったから去年があったんだなとでその中に自分がいて自分としてはもっとあいみんなで一緒にとかそういうもので楽しんで 終わりたたかったなああでもまあこういうふうになりたかったんだっていうふうに思ってもらえるようにするには結果が必要もしくは自分がいてやっぱり結果を求める人が多いはずだから OB の方の中にも絶対多いはずなのでなど,、うん、どっからで結果が必要、うん、でも結果結果言って順位とか勝ち点の話をすると、うん、やっぱそういうところでサッカーをしてきた経験値が僕のチームの学生は本当に少ないからただでさえ試合に出て目の前に、まあ、私,立の私立の大学の学生がいると、まあ、かなりアップアップになっちゃって、うん、その上で何か この試合は絶対勝たなきゃいけないとか、負けちゃいけないんだとか、うん、そういうふうな話になってくると、やっぱりプレイすることに対する恐れっていうんですかね、積極性が出せなくなっちゃうので、うん、<laughs> これはまあプレースタイルも含めてなんですけど、だそういう意味では、そういう結果のことは全く言わずに、結果をあの求めていくっていう。うん、<laughs> で、まあ、とりあえずあんな感じになったと。では、そういったことと僕は経験したかった。うん 組織とといううこともそうだし、うん、出来上がって出来上がって組織に入ったらそのあるものを逆に言うと発展させるようにあの頑張っていけばいいとは思うんですけど、うんあまあ、入った時に関してはこれは組織そのもの自体を少し方向づけを変えしていかないと、うん、まあフットボールだけじゃなくてその部の中でどんな経験をしていくかっていうこともなかなか多分皆さんが思う一橋大学の学生っていうところとはちょっとずれるかもしれないな,なるほど だから僕はなんか部活動の中にサッカーがあるって言ったし、うんうん、部活動こそが君たちにとって一番重要だっていうことを言ったし、人材育成だってことも言ったし、一、うん、つ、しの学生として部活動っていうのは基本的にその次のステージでやっぱり活躍できる人材になっていくために時間を使った方がいいよ。それをサッカーをついていろんなことを学ぼうねっていうことを僕が言ったし、うん、でその上でッサッカーにももっと、あの、 いろんな要素があるしサッカーそのものを理解できるように、まあ、俺も教えるから <laughs> 頑張ってやってみねえかみたいな感じですね。なるるほどこっちを整えて始めてめその先がある感じですうんうんもちろんその自分に対する引っかかりを作る時にさ僕はもちろんサッカー側の人間なんであのあこんなこんなことがサッカーにあるんだみたいなことを先にちょっと出すっていうのも大事だったんですけど。うん,うん でもフットボールのこともそうだし、うんまあ、学生なんでね学生スポーツだからやっぱり学生スポーツなりの良さみたいなところを何かなって探した時に、まあ、一橋大学なんで、うん、まあその次のステージで生かせるような,なんかメンタリティとか人間関係とか、うん、まあものづくりの中での自分の立ち位置とかもしくはそこにあるもの自体をどうやってみんなで あの再構築したり修正したり要はその目標設定もそうなんですけどそういったところに何か取り組ん主体的に取り組んでもらえる場所にしたいなと思ってでその主体的に取り組む先に僕がいて戸田さん僕もっとサッカーのこと知りたいですみたいなそういうふうになってほしかったんですだから自分から最初からこう押し付けるっていうよりはサッカーの面に関してはなんかこう待つもしくはなんか A チーム B チームやったら B から A チームに選手あげたいなと思った時には必ず聞いて うん、A チームに来るとリーグ戦目指さなきゃいけないから、まあ、すごく大変だと、うん、B チーム見てるとすごく頑張ってるから、うん、A チームでやってみるみたいなことを必ず聞くようにして、でそれが、それは完全に学生が決めるっていう、うん、逆もあります、A チームでなかなかこう <laughs> 気持ちも含めて、ちょっと入りきれてないなと思ったときに、まあ、いろんなやり取りはするんですけど、B チームでってことを1回投げかけたときに、まあ、選手に決めてもらうこともあります。うん もう一回やらせてくれっていう時は OK って言ったし、うん、まあ学生ですし、まあ、年齢が僕の半分ぐらいだとしても立派な大人なので、まあ、大人としてしっかりあの向き合いたいとも思ったし、うん、基本的に自分で意思決定をして自分で決断をしていろんなことをアクションする起こすのがサッカーだから、うん、まあなるべくそのオフザピッチも含めてつながるように。 そんなことは考えてましたけど戦術トークをいわゆる僕にしに来る学生っていうのは、まあ、基本的にはあんまりいなかったですね。もともとそういうサッカーをするチームじゃなかったから中にはいますよで。やっぱりラストの3試合ぐらいですかねやっとその相手の対策自チームのゲームモデル相手の対策その中での戦術行動とか、うん、まあそういうのがある程度こう 全部セットでこうプレーしながら、うんうん、それがなんか自分たちのサッカーだっていうふうになったのは最後の方かもしれないですね。うん、なるほどね、うん、結果だけなんか求めようとすると逆に自分がずる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 引きずってしまいそうな感じもしたんでそれは嫌だなとかでも枠組みがないと結局ど,どういうふうにどこに向かって走ればいいか分からなくなっちゃって、うん、あんまりこうガチガチにはしなかったんですけど、うん、自分たちとしてできる。 こういういサッカーがっていうののと、まあ、あとあ基基本中の基本中ですよねサポートだったら3種類あるとかトライアングルとかひし形とかあとはもちろん11人でプレーするんで自分たちのベースのフォーメーションとかありましたけどうん、うん、それをどういうふうにあの動かしていくと相手に対してっていうのももちろん守備のところも、まあ、実際やりましたしでそれがないとどっちみちリーグ戦で勝てるところまでいかなかったろうなと思って。うん それをなんかこう駆け足でやるっていうよりは、やっぱりベースから、ベースから、ベースからみたいな。でそれを自分たちのものとして、自分たちとして、こう言葉として、こうしっかりやり取りできるようになったところから、なんかチーム変わった気がします。うん。うん。やっぱりもう僕もプレイヤーだったから、選手がプレイするものじゃない。うん。こんなふうにゲームみたいにできるものじゃないんで。はい、そうですよね。うん。 でも、なんかどっかで、こう、俺が考えていることとトレ、トレーニングで行ってきたことと、うん、もちろん試合に向けての準備の中で共有したものが、なんか、その瞬間に、俺が、うん、俺がこれって思ったものを学生がそのままやってくれるときは、確かにいっぱいあったんですよ。うん、で、それは必ずしも全部成立したわけじゃないけど、うん、そういうと、そういう時きは、なんか指導者やってて、あの、うれしかったですね。ああ、そうでしょう、ね。楽しかったですね。うん、あとはやっぱり、 学生の中に積極性主体性が出てきて、まあ、自分の方にいろんなことをこう聞いてくる学生がやっぱ増えてきたりとか、うん、で小沢君も開幕戦見たと思うんですけど 0−4、まあ、で負けて、はいまあ、あの試合は本当にその内容質っていうよりはメンタリティーなんですけど、うん、もう一個うまくいかないとなると止まらないみたいな要は経験値がないんで止まらない、うん、だからドドドドドっていっちゃうものがだん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 そのピッチの中で声かけやってもちろんその戦術的に戻る場所があるから。 一回ここに戻ろうっていうのはあったとしても、まあ、先に点取らえる、うん、うまくプレーできない時間が続くでも崩れなくはなりましたね、うん、そういうのは最終的にあの選手たちがトレーニングと自分の関わりの中で一生懸命多分、まあ、向き合ってくれって頑張ってくれたからやっぱ終わった後に,にこうちに来てくれた学生も何人もいますけど、うん、まあみんないい顔してたけど大変だったって言ってましたからね <laughs> <laughs> ああ ハロい俺で,、ね、<laughs> でもやっぱり、えーまあ、さ本当にサッカーにこう弱し突っ込んでフットボールで生きていくんだっていうことじゃなくてサッカーやってきたら、うん、フットボールしてきた人たちだから、まあ、僕みたいな人間と関わると大変だと思うんですよ。僕自身が彼らに合わせようって思ったとしても彼らのところからやろうと思ったとしても彼らからすると大変だったと思うんですよ。うん、定義があって基準があって原則があって。 状況があって、うん、試合の中での変更があってって、これ,これ普通だからみたいな。うん、俺はもうそれ普通だからって、これがフットボールだからってもう言い切ったんで。戦術の、要はこのレベルはもちろんいろいろありますから、うん、あの彼らに合わせるってことはもちろんしましたけど、相手なくてプレーできることはないって言い切りましたし、うん、相手があることだから逆に言うと、相手のこともリスペクトしなきゃいけないんで、 絶対に勝たなきゃいけないとか、なん,かあのなんていうんだろう、まあ、勝たなきゃいけない試合なんてないって言いましたからね、うん、結果はコントロールできませんから、相手がある以上、結果はコントロールできないし、僕たちはその自力の部分でリーグの中で <laughs> 強者じゃないので、うん、よっぽどいろんなことを本当に揃えて、最後はあの失敗を恐れずにチャレンジしないと、相手ゴール方向に近づけませんから。うん だそういう意味では結果はうんよりどういうふうにピッチに入るかとピッチでどういうふうにパフォーマンスを発揮して応援してくれる人たちにも伝えられるかみたいな、うん、そこにやっぱりこうこう気持ちを置いてプレーをしてもらうにはして、うん、まあそ,それが良かったような気がします。でそうすると結局トランジションがすげえ重要だってなって、うん、で今ラングニックがユナイテッド行ったじゃないですか。僕は全然あのラングニックが 採用しているシステムとかでは違うんですけど、うん、そのものの考え方として、あの成立しないものの中で、あの成果を取りに行くみたいな、ゴールに近づいていくっていう、要はそのぜ、うん、全部のプレーが成立する中で、相手をかわして、ゴールまで行くっていうよりは、うんこのゴ、ゴールに向かっていくタイミングを逃さずに、そこにボールと人をっていうことをで、ゲーゲンプレッシング、カウンタープレスみたいなのがあるわけじゃないですか。うん な僕はまあ今、自分が見てたチームはもちろんそのカテゴリーからくくりで分ければすごくあのテクニカルでボールの支配率が毎試合60%っていうチームじゃないですから、うん、どっちかというと毎試合40%のチームで低い時は30でした、うん、30でもフットボールはできるし30でも勝てるって,って頑張ってもらいましたけど、うん、でも本体はもう少し保持率は高い方がいいです。うん やっぱりトランジションの回数が増えるということは身体的な負担ももしくはその集中力も必要だしスプリントが増えるしでうちの学生は身体的にあの優勢が取れない中で一生懸命その保持するけど保持するのはゴールに向かうためのものだでプレー全部のプレーがうまくつながるわけじゃないでも自分、うん、たちの論理の中でタイミングでゴールに向かって、うん、例えボールが引っかかってもそこで奪い返してればそこからまたこういき続けられるでしょみたいな うん、これやっぱり今僕例えばマンチェスターユナイテッドを見てる時にこのレベルの選手たちでそのさっき言ったような成立しないものをの中で成果を上げるとかゴールに近づくっていうこの考え方が要は今っていうタイミングを逃さずにボールをショーンって入れてってまあ基本的に 4 2 2 2っていうのが、2 4 2 2っていうのがそんな感じに見えたんですけど、今のマンチェスター・エネと、うん、でもちろんサイドハーフも入ってくる、サンチも入ってくる、ブルーノも入ってくる、で前には、僕が見た試合はあのノイチ戦なんで、ロナウドとラッシュフードがいて、やっぱりこう、ま、真ん中に人が多くてで、外側にサイドバックがいて、もちろんこの斜めのボールうまく使うんですけど、やっぱりこう入れていくタイミングを逃さずに、要は入ってたところに人が多いんで。 そのまま前向きでカウンタープレスを行えるっていう。ということは出したボールが必ずしもつながるわけじゃないんで、こういったプレーをどれぐらいあのレベルの選手はよしと思うのかなと思って、ちょっと教員部が見てました。ですごい意識してマグワイアとかもワンタッチでこう、えいって入れてるんですけど、うん、やっぱりまだそういう意味ではうまくプレーは成立してないプラスのカウンタープレスがなかなか作れてないんで、うん、まあどうなるかなと思って見てるんですが。うん まあでも,さものの考え方をすると、選手の技術的な、えー、ポテンシャル、個人としての局面打開のポテンシャルが高くないチームであれば、ああいったものは有効だと思います。うんもちろん、の頭の方をしっかり整理して、戦術面のところ、インテリジェンスのところを磨かないと立ち潰れないし、しっかりトライショもフィジカル的なものないと作れないと思うんですけど、ではまあそういった意味では、ラングニックがあ持ち込んだものっていうのは、 まあ一つそういうい意味ではあの説得力ある、うん、だから今のマンチェスター・イラディアはまだそこまではできてない、うんうん。だからハーゼンヒュットルの時の例えばライプツィとかロージャー・シュミットの時もそうかもしれないし、うん、でそれがあのユリアン・ナーゲルスマンに変わると同じような位置関係になるけどもっとやっぱプレーの成功率もしくは保持率っていうところは。 中からも攻められるで中から攻めることを前提にして外から、うん、斜めも使うみたいなだからアンヘリニョンがあるだけあのよく見えたっていうところもあると思うんですけどなるほどなるほどらここら辺のものの考え方は非常に重要ですね、うんうん、<laughs> フットボールっていうものを自分たちのフットボールをどう定義づけするかっていう、うんうん、自分たち何を大切に何大切にするものはまあメンタリティーもそうだし プレーとしてどういったことを大切にするかっていうのはあんますごく重要で,、うん、でトランション重要っつったってそんなもん球蹴っ飛ばして全部取りけってできるわけじゃないじゃないですか、うん、どっかで共有しているものがないとタイミングと場所、うん、それを判断する材料は自分チームのコンセプトプラス相手、うん、でスペース、うん、だからボールが止まんないとかうまく蹴れないとかもちろんあるんですけど、うん そこがミスじゃないよって言ってました、僕は。なる,なるほど、なるほど。我々のミスは、我々としてすべきことをあの個人的ななんかこう恐れで決断できなかったとき、見、うん、えなかったらしょうがないんだけど、自分としてなんかうまく蹴れなかったらやだなとか、抜かれたらやだなっていうんで、あのアクションが起こせないとき、決断ができないときは僕のチームのミスだよって言ってました。だから思い切って、やっぱりその、ま、相手とゴールに向かっていくっていうところがあったんで、多分、うん 最後の試合も、そんな感じだったじゃないですか、点、うん、も。うん、あの小沢さんにインタビューしてもらった、あの僕のインタビューがあって、あの中に多分、ゴールシーンとかちょろっと出してもらってると思うです、ね。2>, 2点目なんていうのは、キーパー蹴ったボールを競ってで、カウンタープレスで球取って、でその取ったボールは流れたんで、相手に行きましたけども、うん、まあそこからはまさに僕のチームのプレッシングだっていう中で、キーパーに下げさせて、突っ込んでブロックして入るっていう。 誰、うん、のプレーも成立してないですよ、実は。<laughs> 本当に。うん、誰のコントロールも決まってないし、うん、誰も相手をかわしてないし、確かに誰のパスも味方につながってないです。でも、自分たちの,あの、まあ、ルールというか、コンセプトの中で、ボールを持っていき、相手に向かい、うんで、ボールを奪って、そのまま点入っちゃったっていう。うん、で、プレッシングのところなんかは確かに、まあ、複数の種類はあったんですけど、 まあ基本的なその考え方はきちんと落とし込んでやりましたし、攻撃も一緒なんですけど、最後はもう選手に任せるしかないんで、相手のね基本的な布陣とか立ち方とか、プレッシングの傾向っていうのはもちろん映像で見せて、自分たちの原則の中で外し方も共有して、この試合だったら、多分こうなったらこうなるぞっていうのはもちろんやりますけど、あとは選手に任せるしかないからね、任せるしかないんですよ。 その任せるっていうところを慶応の時より僕はできるようになった気がします。慶応<ー>の時にはもうちょっと結果っていうことを口にしてしまってた感じがして、うん、それが選手のプレッシャーになっちゃったかなっていう気がしましたから逆に結果結果っていうことを全然言わずに結果を取りに行くっていう、うん、なんか詐欺師みたいなことをやった気もするんですけど <laughs> でも選手になんか終わったと聞いたらた、まあ、最後の方は最後の試合とかはちょっと気にしたって言ってましたけど。 なんか自分の課題とか試合に向かう毎日でなんかいっぱいいっぱいであんま結果とかの勝ち点とか順位とか気にしてませんでしたって言ってましたうん、うん、<laughs> ただ、まあ、ここからその自分が向かう目標があったとしたら、まあ、やっぱりもう少しあの本格的にフットボールに打ち込んでいる人、うん、で今度自分が指導者としてどうなのかっていうのは知りたいですね。うんうん 誰であっても選手がプレーするものなので、その選手自身を大切にして、うん、そのチームとか集団、あの組織にあるものを大切にしながら変化させるものは作っていかなきゃいけないと思いますけど、うん、まあ言っても一つ橋の学生はだって一つ橋の学生だから、もう一流企業に大体入る人ばかりで、フットボールで生きていく人はいませんから、そうじゃないところで結びつきを作って、 あの一緒にやれたらよかったですけど、うん、まあそういう意味では次を自分も考えていかなきゃいけないなと思ったタイミングだったし、うん、まあ今ちょうどあの J, J や JFA からオファーありましたかってあったんで、まあ、別にあの隠すことじゃないんで、さらっとろっと言ってきますけども、も、まあ、お話はあって、ただまあ残念ながら成立するところまでいかなかったから、うんで、そのお話があったんで、12月の,あの解説を。 あのお返しししてましたやっぱり次に向かうための準備をしなきゃいけないと思ってましたし、うん、まあ実際それぐらいのレベルの話で自分もきちんと捉えてお話し合いはさせてもらってたので、うん、だから僕はあの12月は全然お仕事がないんですけどなるほど,なるほど、うん、本気でそういう意味では頂い,いたお話を考えて、うん、まあそちら側にチャレンジしたいっていうところから あの時間はかけてたんですけども。うん、まあ詳しく言ってもしょうがないので。そうですね。ああ、そっかそっか。そういうことだったんです、ね。ま,あまた次の機会は僕は、えーまあ、自分から動くってこともありますし、今、まあ、待ちながらですかね。うんうん、なるほど。それはまああの条件とかじゃないです。うん、うん。条件面でとかじゃないんですけども。あ、自分の条件ね。うん。 そういうことじゃないんですけど、まあ、自分がやっぱりその人生をかけてもう次のステップに挑戦するときにその監督って俺一人でできないじゃないですか、うん、皆さんどうかなこの考え方が浸透しているかわからないですけど、まあ、僕も僕でそんなにこうバランスが取れたあの人間じゃないし、うん、自分は自分の強みは分かってるんですけど、うん、でも監督は一人じゃできない。ううん、うん だから、そういった状況が整いきらないときに、まあ僕は、これまでもそうなんですけど、うんうん、その体制は最低作っていくっていうところを、うん、まあ自分としては、あのすみません、あの、お話の途中なんですけど、あの、スーパーチャットですかね、いただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあす、すごくあの、この1ヶ月ぐらいは、そちらになんかこう、 両足突っ込んでいろいろお話し合いもさせてもらってきたんで、うんうん、そういう方向に自分としては向かってはいたんですけども、まあ、これ本当紙一重なんで綱渡りですし、うん、あとはもう、ね、これでならいけるかどうかっていうところになると思ってうん、まあ今回は成立はしませんでした、うん、残念、はいはい、では僕はあの同時に,同時にあの体の中に 僕の場合は2人自分がいますので。<laughs> 2人いるのその解説者戸田和駅っていうのは片手までやってるわけじゃありませんから。うん、もちろん。はい。うん、だから逆に言うと、両方や2年間やってきたんで、実際ヘロヘロのヘロヘロになったんですよ。うん、だ本当、まあ最後の試合見に来てくれて、僕終わった後に本当にあ,、まあ、あんな雰囲気だからだけじゃなくて、うん、まあ疲れたって言ったんですけど、うん。まあ疲れはありましたよね。うん。ただね、 最近ちょっと時間ができたからいろいろ理解りますけど、うん、なんかもうなんか怒涛でしたよなんかね。毎日毎日なんか、うん、超えていくのにいっぱいいっぱいだった気がします。だそれはそれですごく充実してたって言い方もできるし、うんうん、やっぱり,なんかり両方は監督だったんで、外部コーチで週に1、2回とかじゃないから、うん。か 全体も見なきゃいけないし、もちろんそのリーグ戦に参戦するチームを今どっかで勝たせるところまで持っていかなきゃいけないっていうところでいうと、でも大変でしたね。ですよね、それは。うん、でこれはやったから分かることで、だから解説業も減らしながら一生懸命やらしてしまいましたけど、でもそれでも俺調べたらこの日100試合ぐらいやってましたわ。お<ー> <laughs> 解説。すごい。うん だそういう意味では、ちょっとなんか余裕なかったなと思いました。うん、余裕はないけど、一生懸命やって。で指導の方は、多分ん、まあ、うちの部で考えたら、誰もが喜んでくれると,ところまでいったと思います。うんうん、プロチームの監督になったら赤色もしか感でってやったら、ほら、選手がプレーするもんだから、選手の邪魔になっちゃうじゃないですか。うんだ、だめなんですよ。<laughs> 残念ながら。うん 消化不良の部分はなかったですよもう本当になんかもうやれるだけのことはやりましたし、うん、逆に言うとあこれここまでやっちゃうと学生ちょっと大変かなって思った局面はいっぱいありました、うん、でもなんかうんここ頑張って越えてこいっていう <laughs> ここもう一個越えたらたのもっと楽しくなるみたいな、うん、で,もでもなんかその楽しみを感じられるところまでなんか努力させるべきかっていう悩みがありました何、うん、でかっていうとサッカーで生きていかないからです なるほど。なんでかっていうと、サッカーはそんなに大きくないからですね、カーレンプでは。うん、そこまでなんか、時間使わしちゃっていいのかなっていう。うん、でも、ここ、超えて、これを覚えて、これ超えてくれたら、ま絶、間違いなく楽しくなるっていう。うん、<laughs> そう、なんか、集団でこう相手を凌駕していくみたいな。もっと楽しくなるみたいな。うん、<laughs> そういうとこ曲目はいっぱいあって。うん、まあ、まあでも最終的にはその人に合わせましたね。うん、うん。そうそうだ最後は、小沢君が、 インタビューしたけど、七条なんかは、はい、あいつはもともとあの先日もすごく興味があったと思うし、はい、頭使ってプレーするごとに、多分楽しさを感じてくれる選手だったんで、うん、最終的にやっぱり、まあ、もちろんそのどういうふうにプレーするか、一緒に作るけど、作ったものの中で選手に指示出してプレッシングもみたいなところでいいようになったから、うん、じゃないとうちぐらいチャンスがそんなに作れないチームで、18試合中10点取れないですからね。あいつはまず頑張りまして。うんうん ひとまず一橋の方は、えー、と離れることになって多分アドバイザーみたいな形に残ります。おお、そうなんですね。はい,いや。やっぱ毎日70分大変きつかったっす。<laughs> 毎日片道70分か、はい、まあ仕事終わってそのままあの小平まで行くっていう。うんでもグランド行ったらへっちゃらでやれるんですけど、仕事も両方しながらっていうところの中で。ああ、上原さんすみません。うん、だそういう意味では、 まあどっちみちそ2年やりたかったっていうのがら2年させてもまって、うん、えまあ大変だったと思うんですけど学生たちもある程度その成果が見えて <laughs> で多分今に至ってると思いますからまあそういう意味では自分としてはやりきったなっていうところはありますので、うんはい、ひとまず離れることになりましたで学生たちには心からあの感謝しています すごくあの、濃密な2年でした。うん、で、まあ、学生からすると大変なところもあったと思うんですけども、まあ、一緒に僕とやってくれてありがとうと、まあ、言いましたけど、改めて言いました。改めます。うん、はい。で、まあ、まだ来年も解説業やってくれるんですかっていう質問はありましたけども。はい。やりますよ。はい。今のところはやります。 今のところはただ12月はもうありませんし、<laughs> はい、あのお返ししちゃったんで。はい、そっかそっか。あ、皆さん、僕をあの励ましてください。<laughs> <laughs> そうですね。はい、じゃあ、ちょっと質疑応答いきますか。皆さんから質問いきますか。いや、あのですね。 大変申し訳ないんですけど。もうありますかあ、そっか、塾にお迎え行かなきゃいけないのはい。今、ちょっとあの、プライベートの話で申し訳ないんですが、<laughs> あの妻がですね、はい。ちょっとあの、簡単な手術を受けて帰ってきたばっかりで、はい。で、今、僕がいろいろ、やっぱサポートしなきゃいけない時なんです。そうですね。はい。僕、僕今、監督じゃないんで、はい。うちの監督は妻なんで、<laughs> ちょっとすいません、あの、娘の塾の。もう1時間半経っちゃいましたね。そうなんですよ。ちょ、ちょっと待ってくださいね。今です、ね。大丈夫ですか 早く行ってくださいち。ちょちょます、ちょちょますね。はい。電話します。ちょちょますね。じゃあ皆さんその間に僕にもしよければどうぞ。あ,もしもしあちょ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 ますね。どこでもちょっと待てな <laughs> また電話します。はい。じゃあね。はいじゃあ行ってください。皆さんお迎えの電話か。はい。お迎え行きましょう。<laughs> はい。 じゃあ皆さん、こんばんは、ありがとうございました。またあの、あの小沢さんとは、こういったことを、あの平気になると思うんですけども、はい、続けていけたらと思います。はい、特にね、来週は皆さん、大事な12月30日、忘れないでください。戸田和幸、44歳、<あ>誕生日です、ね。12月30日にじゃあ、またライ配信します。しましょう <laughs> あの。リーズのシティ戦は、本当、まあ、あの教科書というか、本当にあの美,し美しい、美しい、知的好奇心がバリ,バリあの。 書き立てられるでした、ねうん、なんかライブ配信とかやろうかな。やってくだはい。<laughs> <laughs> じゃあ、皆さん。わざわざ今年の振り返りということで、はい、小沢一野さんに来ていただきました本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しで皆さんも今年もありがとうございました。ありがとうございました。まだ今年あの1週間ありますので、楽しく過ごして、良い新年をお迎えください。